こんにちは。今日もテゲテゲ日和ご覧いただきありがとうございます。さて、私はですね、今これキバナの運動公園というところに来ております。なんか天気がいいからちょっと外でね、商品レビューしてもいいかなと思ってですね。で、早速ですが今日紹介するのはこれです。これ、扇風機ですね。扇風機、小型の。ほら、こんな感じで、こう年々暑くなってきてるじゃないですか。そこでね、熱中症対策として、私昨年からこういう小型のね、扇風機使ってるんですが、昨年まではね、首から、ぶら下げる、こう一つのタイプの、一つタイプファンが一つのやつ使ってたんですけども、今年はこのファンが2つのタイプですね、首にしっかりとかけられるやつ、これを、購入してみました。まあ、ネットアマゾンとか見るとこういうのにいっぱいあるんですけども、私が今回重視したのはこのプロペラの数、プロペラの数ですね、このファン、なんていうの、この枚数が、7枚タイプのやつです。中ね、これね、3枚のとか5枚のとかね、いろいろあるんですけども、まあ、単純に枚数が多ければ風が強いというわけではないんですよね。私がなぜ7枚にしたかというと、音ですね、音がね、まあ、この枚数だけで決まらないんですけども、3枚とかに比べると、非常に音が静かと、いうことで、今回この7枚バネの2019年モデル、これを購入してみました。さあ、じゃあ細かく見ていきましょうか。ちょっとね、日向の方行きますね。よいしょ。はい、こんな感じです。全体像は首からかげると、で、ここに USB の充電端子がありまして、ここにスイッチ、そして、2枚のファンがありまして、ここはね、自分で角度とかをね、調整できる。で、ファンを3秒長押しすると回り始めて、3段階で風量を調整できます。1段階、2段階、3段階と。では実際にね、これ首にかけてみましょう。実際につけてる感じはこんな感じですね。これでもっと風をね、近くにやりたければこうやって自由に動かすことができますから、その辺をね、自分で調整できるっていうのはすごく便利ですよね。こう両手が使えるってやっぱね、いいですね。で、かがんでも全然大丈夫ですし、今年、まあ、これで、熱中症対策、倒れないように気をつけていきたいと思います。皆さんもいろいろと対策してみてください。この商品の詳細、Amazon のリンクなどは概要欄に書いてますので、よろしければご覧ください。ではまた会いましょう。さよなら。青空の宮崎からでした。